マリーちゃんは、大塚マリーちゃんは、獣医学部を卒業されて高校教師として勤務、それから、理数科教師としてエチオピアで教育支援、女性の自立支援を行っております。それで帰国後、子育てをしながら自宅の庭で約100種類のハーブを、育ててですね、ハーブアロマ講師として活動、たけしの家庭の医学、アロマを配合したレノアの CM など、テレビ、新聞、雑誌、ラジオなどで多数出演をしております。医療、教育、福祉、企業などで講演、セミナー開催実績はなんと1000回以上、受講者数3万人以上ということでね、すごいですよね。で、講師としての実績やプレゼンスキルを評価され、プレゼン、女性起業家養成などの講座を担当しております。現在、いろんなですね、オンラインで、その何ていうか教室をですね、たくさん受け持ってまして、好きなことを教えるにして収入と仲間を増やしていこうというコンセプトで、在宅ワークの起業家の育成に力を入れています。とにかく、早くね、登場していただきたいと思います。それではですね、マリちゃん、よろしくお願いします。はい、こんにちは、ヒデさん、よろしくお願いします。よろしくお願いしますね、本当にどうですか、もうドキドキ感はなくなりました。結構やっぱりこんな緊張しますよね、こういうライブ配信でねなんか人の顔が見えないの、いつもオンライン講座で人の顔がいっぱい見えてる中でやるんですけど、なんかこう、ヒデさんとしか喋ってない感じですよね。それでいいと思います。あとね、こうやってコメントが入っていただいたりね、いろんな質問があればね、どんどんしていただけたらと思います、うん、ゆみちゃん、ゆみちゃんはね、前回のね、ゲストの方です。です、ね、はい、ありがとうございます。はい、こんばんはということでね、はい、はい、ちょっとこんばんは、まあ見ていただいてると思いますんで、どんどんね、質問などお願いします。まずそしたら簡単にプロフィール、ちょっと紹介させていただきましたけど、マリちゃんの方からなんかちょっと補足でどんなことをやってきたかということをちょっと、はい、お願いします。もうなんか今ヒデさんが言ってくださったから全然言うことないですけれども、今、ですね、今やらせていただいているのが主にオンラインで講座をしております。でもうね、女性も例えば収納、お片付けとか着付けだとか数秘術、いろんなテクニックを皆さんお持ちなんですけど、コロナ禍でなかなか対面ではお仕事ができない、じゃあオンラインで切り替えていかなきゃいけないけど、オンラインってズームでどうやって教えていけば行けばいいのよ、どうやってズームでね仕事すればいいのよっていう方のお手伝いを今しているというところです。はい、ですよね。でもその、そこに行き着くまで、実はマリちゃん自身もですね、今日はこの配信をする前に、いろんな映像のチェックとか僕もいろいろとやってて打ち合わせした時に、今回この後ろ、生活感を見せる、あえて見せるというところにね、いろいろと僕ら何回かチェックしたんですね。この部屋どう、この部屋どうとかってやったんですよね。いやいや、で最終的に、マリちゃんがここをお願いしますって言ってもらった、その意図があるんですよね。それをまずちょっと、はい、もう本当にヒデさんはさすがプロフェッショナルでいらして、リビングの後ろにこうアフリカで買った絵とか、もうそれがいいよって言ってくださったのに、本当ごめんなさい、キッチンでやらせてくださいって、さっき私が急遽変えて、ごめんなさい、キッチンでお願いします。でこれでもちょっと私なりの思いがありまして、私オンライン講座で今一月に100人ぐらいペースで今教えてます。一月で30回こう講座ぐらいを持ってるんですけれども、それも全部キッチンで私は配信してるんです。というのがやっぱり女性起業家の方ってあれもないこれもない、もう本当条件が揃わない、お金もなければ時間もなければ、その中で先生私ね、本当起業したいけどあれないこれないって言うから、私はキッチンで仕事してるよ、もう起業理念になるけど、もうここで経理してここでパワポ作って、でね、もう子供ご飯食べさせながらやってるよ、全然いいじゃない、あるものでいいじゃない、特にオンラインでいろんな機材揃えなきゃって思ってるでしょ。私なんかね、
こうやってデスク用のライトを顔に当ててやってるんだよ。いいから、これでもできるから、できることからやろうっていうメッセージを。ごめんなさいね。もう本当、こんなゲストでいいですか？ごめんなさい、ヒデさん。いろんなゲストがあって、でも、それで頑張ってこられてるっていうね。まあなんかその日本女性を元気にする、元気の形っていうのはいろんなパターンがあると思います。いろんな価値観があって、引き出しがある。僕はもうそれで全く否定しないし、もう逆に、いや、そうあったらあかん、生活感出したらあかんという人ももちろんいらっしゃるし、まあそれはそれでいいとしましょう。でも実はそんなマリちゃんがエチオピアに行ってっていうね、その動画とか一回 どうでしょうか、一回流してみます。 ありがとうございます、ね、ありますあります。そういうことをしてきたっていうのがすごくね、勇気づけられる。しかも今あれですよね、その全国で人気講師2位ですよね、これ。おかげさまで、はい、3万5千人中の2位ですかね、うん、今。ありがとうございます。頑張ってます。え、何万人？え、3万5千ぐらい。そんな、すごいじゃないですか。頑張ってる。すごい。本当おかげさまで、たくさんの人に応援してくださったからなんですけれど、私の力とはとてもないんですけれども、うん、おかげさまで、2位走ってます。これ、ちょっとこれを一回。シェアさせてください。 ありがとうございます、はい。まあ、こんな感じでまた後で、ね、ご紹介はしますけども、すごくね、これ講座もたくさんされてるんですね。で、はい、講座の作り方、話し方入門とか、ストア講師の入門 マニュアルで、パワーポイント、ストレス解消法、まあ、もちろん、アロマ専門でいらっしゃるので、そのアロマを使ったその企業のそういうのが得意でしたよね、前に。そうですね。ね。本当、講座以来いろいろいただきますけれども、うんうん、まあ、最初はアロマを教えてたんです。で、うん、アロマで500円で主婦向けにワークショップとかをやってたんですけれども、おかげさまであれよあれよというふうにこう全国講演したり、それこそもう企業研修でエグゼクティブの方を前に研修させていただいたりしているうちに、うん、アロマもいいけど、あなたのそのプレゼンが習いたいだとか、あと、どうして500円で主婦向けにやってたような人がそんな全国で講演したり、あと、CM とか出たり、テレビ出たり、毎月なんかに出てるのという、その女性起業家としての戦略を教えてほしいっていうことで、まあ、プレゼン研修、女性起業家育成の研修とかも受け持つようになりました。ですよね。そうそうそう。で、まあ、その後どんな、じゃあマリちゃんどんな講座をしてるかって、やっぱりカリスマ講師っていうところを一緒に受けた仲やから分かるんですけど、すごくその感情に訴えられるプレゼンもできるし、やっぱ感動ね、感動させるのもすごいですしね。それ後でまた動画でね、ぜひシェアさせてもらいますけども、ユミちゃんも見てますよということでね。はい、マリさん綺麗です、キッチンでもいいんですねって。ユミさんいい人ですね、もう一瞬でファンになりました。大好きですユミさん。ね、そうすごいってことでね、はい。まあ、本当にね、いろんな、僕全国にこうやっていろんな考えをお持ちので、それぞれのね素晴らしい、あ、なんて言ってください、私も最初アロマセラピーとハーブから、あら一緒じゃないですか、お友達。本当そうに、あ、ユミちゃんそれはすごい。あ、そう、まあそういや、そうですね、アロマとかハーブってすごくこう集中力高まったりいろんなことできます、癒しとか元気とかね、うん、まあそれがまあ一応専門で、ね、アロマコンサルタントってことをやってたから、マリちゃん自身でその業界の中での何か今思い出とかありますか？業界の思い出、あ、なんだろうな、私本当にこう主婦の方とたくさん友達になれて、なんか楽しかった、なんか自分がここにいていいんだっていう、やっとこう自分の居場所ができたっていう感じですかね、すごく楽しかったです。で、まあ、主婦向けをやってる時は本当にちょっとこう遊び感覚で、あんまりお金にはならなかったですけど、遊び感覚でやっていて、でだんだんこう企業研修とかの話もいただけるようになると、例えばね、この50代60代70代の男性も、私が会社背負ってますみたいな、そういう方々ともお話ししていく中で、人間って悩むって同じようなことで悩むんだなっていうことをすごく感じました。
うん、子育てしてるママさんも会社経営してる素敵なおじさまもやっぱり人間だよね、悩んでるとこってそんなに違わないよねっていうことを感じましたね。そうですね、はい、うん、はい、じゃあちょっとだけマイクをもうちょっと近づけてもらっていいですか。はいはいはい、あ、もう近づこうかそれマイクですか、それ使ってたこれ違う、これあ、それか、あ、これこれ、あ、そうそう、それでいい、それでいい、はい、 OK です。あの、はい、プレゼンは私苦手なんですけど、見習えてプレゼンのなんかコツとかあるんですかね。プレゼンのコツはありますよ、まあ、講座の作り方から考えるんですけれどもここで泣かす、ここで笑わすとか、もうすっごい計算してプレゼンを作る段階で絶対泣かすとか、ね、ちゃんとやって、あとはもうイメージトレーニングですね。意外に講座を作る方って何を喋ろうとかっていうのはよく原稿を書いたりされるんですけれども、私は感情をなんで感情曲線というのは、あの黄色いやつがあります、講座の作り方に来ていただければ分かるんですけど受講者の感情をしっかり設計しましょう。ここで掴んで、ここで集中力を持たせて、ここからコンテンツ入れて、最後クライマックス、はい、ここで泣かすみたいな、まず受講者の感情を設定してから、そこから私プレゼンを作っていくんですね。あとどんだけ自分がなりきれるかですよねここで泣くのって、もう自分も泣きながら喋りますし、私もそうですよね泣きますもんね。いや本当にヒデさんのは泣いたな本当僕のセミ、僕が主催したセミナーで夢を実現するセミナーっていうのをやったね、あれ何年前か和歌山でやったんですけど、その時のやつ一回ちょっと見てもらおうかな。それ見たらかなりね、あの分かると思う。ちょっと一回まりちゃん見てもらおう、せっかくなんで。これを見ると今言われたことがね、多分わかると思うんですよね。なぜ私がこの香りを嗅ぐとやる気が出るか、ちょっとお話しさせてください。そしてその香り嗅いでいると皆さん脳がものすごく活性化されます。私はエチオピアに行く、アフリカに行くという夢しかなかったです。2歳の時から。そしてアフリカに行く時に父がものすごく反対したんです。私、兄と私で2人兄弟だったんですけど、女の子私だけだったので、父がものすごく反対したんです。心配してくれたんですね。でも私はもうここなお手間の性格ですから行くって言って行ったんです。でも出国する1ヶ月前に父が仕事場で急に倒れて亡くなりました。すぐ帰ったんですけど、もう間に合いませんでした。最後の会話はできませんでした。そして初七日を終えて母に、お母さんやっぱり私中継行くのやめようかな、だって親不孝よね、お母さん一人になっちゃうし、お父さんいないし、お父さんだって私行ってほしくなかったって、あんだけ言ったのに、私親不孝だよね、言ったらね、夢叶えるとかそんな問題じゃないよねっていうことを知ったんです。母は昔の人で、夢はあったけど女が夢を叶える時代じゃなかった、だからあなたは夢を叶えなさい、お母さん大丈夫だからっていうことを言ってくれたんですね。母は無理してるってよく分かりました。一人暮らしなんかしたことない人です。私は骨になったお父さん、お仏壇にあるお骨に手を合わせてお父さんに聞きました。お父さん、親不孝ですよね、私アフリカに行ったら母を一人残してあんなに嫌だった、ダメですよね、私やっぱりここ残ります、お骨に向かって手を合わしました。そしたらもうここから本当に妄想の話なんですけど、父の声が聞こえた気がしたんですね。いってらっしゃい、あなたの仕事は母のそばにいることじゃないよ、アフリカにあなたが待ってる人がいるから、いってらっしゃい、お母さんのそばにはお父さんがいるから大丈夫だから、そう聞こえたんですね。もうすぐ荷物を持って私出国しました。母を見たら立ち止まりそうだったから、お母さん行かせてください、夢を叶えさせてください、行ってきました。そして行ったエチオピアのことをご存知でしょうか。アフリカで唯一独立国を守った国です。
ものすごく男尊女卑が残っている。そして外国人を見ると侵略しに来たのかと石を投げてくるんです。私はずっと石を投げられていました。そして教育支援ですから現地の高校の教育先生を教えるという立場で行かせていただきました。行った先で最初に校長先生に言われた言葉が、自分たちは技術はあるんだ、何も20代のちょっと男尊女卑のある国ですから20代の日本人女から何も教えてもらうことはない、あなた日本人だからお金あるでしょう、日本からお金を調達してください、自分たちは技術あります、頭もあります、ただないのは物質だけなんです、お金をもらえれば自分たちはできる、そんな風に言われました。道を歩けば石を投げられる、私が生きてる意味って何ですか。私は問いました。でも答えてくれる人はいませんでした。本当だったら帰りたかった、体も飲み谷だらけ、こんな体じゃお嫁に行けないなっていうふうに思いました。でも帰れなかったんです。母が踏ん張ってくれたから、踏ん張って私を出してくれたから、お母さんごめんなさい辛いから帰りましたなんて言えなかったんです。私は校長先生にお願いしました。一度でいいです、一度でいいからプレゼンさせてください、授業をさせてください、それを見てから一緒に仕事するかどうか考えてください、一度でいいから授業をさせてください。校長先生も、まあしょうがない、お金もらえるだろうし、なんか一回でもやったら授業っていう感じで言ってくれました。私はそれからエチオピア語の辞書を 2,3 冊ブワーって読んで覚えて、で1時間分の授業をエチオピア語で作りました。お手伝いさんつけてましたから1文ずつお手伝いさんに、この私の言ってる発音わかる？わかる？全部チェックしてもらって1時間分の講義を作りました。そして1回ほど授業をさせてもらいました。エチオピア人の前でテナストレンデナネデナイグトレマスガイデネナエンマリーケモトナイ、私はこんな風にエチオピア語でガーッと授業したんですね。そしたら石を投げてたその手でブラボーって手を叩いてくれたんです。お前すごいな、エチオピア語勉強したの。私はあなたたちの喋ってるその言葉で一緒に喋って仕事させていただきたいんです、そういうことを言いながら授業させていただきました。でもある生徒が、ある先生方が手を挙げて、ティアキャンレン質問、アンチイングルゼニアって違うらしい、あなた英語できますか。まあ試されたんです私。英語喋るぐらいの能力はあるの、あなたに。OK, I'll read the English now. そこから英語でブワーッと授業しました。もう全然用意してなかったんですよ。どうしようって思いましたけど、やるしかない。覚悟見せるしかない。本気ですっていうところを見せるしかないと思って、私は授業させていただきました。またその石を投げてたその手でブラボーって手を叩いてくれました。そうやって私は仕事を掴んだんです。エチオピアに行って。わかりますか？出てきた現象が、なんだお金くれってそれだけ、もちろんいじけましたよ、いじけたけどチャンスと思って掴んだわけです。そして一生懸命やらせてもらったんです。これが夢を叶えるマインドかな、そんな風に思います。かっこいいですね、そんな風に思いますって。いやー懐かしい動画ですね。でもね、どうでしょう、もう泣けてくるよね。なんか思い出しましたでしょ。いや恥ずかしいですね自分に。よくこのなんか熱く語るなこの人とかって思っちゃう。いやそれがマリちゃんですからね本当にね。まあこの動画をね実は最初に紹介をしてたんですね、グループ内でね、はい、もうそしたらゆみちゃんさっき拝見させていただきましたで、ね、涙出ましたっていうことでね、もう見てくれてましたよ最初にね、はい、嬉しいですね、うん、そして今マリちゃんその今ね結局そうなって、うん、今感情のいろんな移入をしながらのその講座をしてるけども、はい、まあ、今その講座をしながらやっぱり一番、こう日本女性を元気にしたいっていう意味で言うと今マリちゃんの中ではどんな感じ の、 メッセージがあるんですか、講座をしながらっていうか。そうですね、私もそうなんですけれども、うん、もうコロナ禍で3月から3ヶ月間仕事がすべてキャンセルになりました、講演会とか、うんうん、で子供も
自宅待機してますので3食毎回作らなきゃいけない。この中で私は仕事も諦めたくない、子育ても諦めたくないって思ったんですね。ですので何かできることないかなと思ってオンライン講師をさせていただきました。そしたらもう自分の空いてる時間に仕事をして、例えば午前中2時間仕事する、そしたらお昼ご飯を子どもたちに作ってすぐ食べさせて、またお昼か夕方から就任時間仕事するっていう風に、もう子どもがいても家でできる仕事を私は探したんです、ね、今年は本当にお母さん方、子供が生きてるだけで万歳だと思います。お昼ご飯作るの大変じゃないですか。ねえ。でも何も諦める必要ないし、私が諦めたら諦めた私を発信してしまうので、私は諦めない。なんとかやる。できることをやればいいって思ってます。なのでね、やっぱり女性には、子育て中だから大変。介護中だから大変、いろいろあると思うんです、だから何を捨てるわけでもなくて、捨てなくてもできる範囲でやればいいんじゃないかな。で、子育てって期間限定だと思うんですよ。すっごく可愛い、今うちの子中学生2人男の子いるんですけど、すっごく可愛くて、もうちょっとハグしたらピシッてやられちゃうようになってしまったんですけれどもやっぱり期間限定ですよね。結婚してお嫁さんの前でハグなんか絶対できないと思いますし、もうねピシッてやられても今しか本当ハグできない、もう今しかね大好きって叫べないので、できることをやればいいかなっていうふうに思います。そうですよね。いやまあ本当に今となればその分かります。子育てがまあある種終わって、僕の今娘が27と25、まあね、マリちゃんは知ってもらってるけど、僕がこの起業したと同時に離婚して起業して同時に父子家庭でスタート、その当時は4歳6歳の娘だったから、まあ起業する時点もね、自体ももう何右も左も分からない美容業界に入って失業保険もらいながらやってましたから、まあ、そんな時に、まあ、ちょっといろいろ感じたことがあって、やっぱりマリちゃんが今言われたように女性の生き方っていうのはなんかやっぱりまだまだその僕らのその当時ですよ、20年30年ほど前だったら、やっぱり女性は子供を育てるのが当たり前みたいな、ね、そういうちょっとこう偏見的なことありましたよね。子供がうまく育てなかったら母親のせいっていうね、まあ、そういう風潮なかったですか？未だにあります、何かあったら、で子供に何かあったら呼び出されるのは私で父親じゃないです、絶対。で、お母さんは何をしてる人ですか、仕事は何をしてる人ですかってまず聞かれます。で、本当子供がちょっと大変な時があったんですけれども、その時はお母さんが仕事辞めたらどうですか、家でちゃんと母親やってないんじゃないですかって言われました。ですよね。はい。見ましたね、あれは。いやだからそれはそういう、そうですね。じゃあ、まあ僕もそうでした、父子家庭で、まあ、シングルで働いてる方も多分こうやってご覧になってる方の中にいらっしゃると思うし、だったら仕事辞めたらって言うと食べさせていけないっていう状況で、結局のところやっぱりこの社会的ないろんなシステムの中にやっぱりそういうこともきちっと認めていかなあかんというのを感じたんですね、その当時。で今でこそ父子家庭っていうのはちょっと 見られる多くなってきましたけど、当時なんか父子家庭っていうだけでもう特別な扱いされましたからね。でかわいそうっていうね、そういうこう同情をされてるの分かりながらやりましたけど、まあそんな中でも僕は僕の何に今言われたように やろうとしてやってきましたから、マリちゃんねの気持ちと本当に一緒なんですよ。介護もしたりね、女性の方は目の前にいろんなことが起こってきますもんね。だからヒデさんは女性を元気にする会っていうのを作られたんですかね、きっと。そうなんです、そうなんですまあ、これ今男性の方もちょっと個人のタイムラインで見てるか分かりませんけど、やっぱりこれからも女性の時代っていうのはもうずっと言われ続けてますよね。っていうか、もともとは女性の時代だったのに、急に何か男性男女男尊女卑みたいな、ね、時代もあったけど、あれ実はその前はそうじゃなかったと、ね、いろんな時代があって、まあようやくまたそういう時代が来てるんじゃないかと。もう女性の時代だと思うし、まあまああんまりこういうことを言うとねあれですけど、女性が元気になることが男性も元気になるし、社会も元気になるし、国も元気になるかなって思うぐらいね、
今思ってますね。そう思うんですよね。なんでこんな女にばっかり押し付けるのって思うんですけれども、うんうんうん、それを女が言ったところで、忍耐が足りないだとか責任逃れだとかになってしまうのでやっぱり男性がそういうことを言ってくださるって本当に心強いなって思うんですよね。ヒデさん大きな声でいっぱい言ってくださいね。います。いや、それは本当にね、僕自身も別にだから男性のことを批判とかするんでなく、考え方の一つとしてそういう部分を思考ですね、要は女性の立場になるという思考がないというかね、それはそういう時代ではいかないねっていうことですよね。いろんな、価値観もたくさん増えてきたし、でその中でやっぱり女性は家族を、子供を家族をそして社会をやっぱりこうすごく支えてるっていうのが今までのずっと見てるとあるので、じゃあその女性が潰れたらね、精神的にも潰れたらやっぱりそんだけ、周りが元気なくなるじゃないですか。そういう部分で考え方とかいろんな部分に元気を与える何かをメソッドをこうやって配信情報できたらなということで、僕が言ってもダメなんで女性の方が代弁して言ってもらえるようにこういう時間を作ったわけです。ありがとうございます。でもこれってやっぱり男性と女性がやっぱりそうですよねって言いながら進んでいきたいですね。そうなんです、なんか男性がまずいやダメって言うんじゃないんですよね。だから男性もそういうふうに考えてる人が非常に増えてきてるから、やっぱりそういう部分をグラデーションしながら社会をうまくこうね、綺麗な方向に持っていくっていうかな、けんけんがくがくとこう競って争ってっていうんじゃなくて、やはりそのバランスを取っていく、これ夫婦生活ってみんなそうじゃないですか。もうバランスを取っていくのが一番円満の秘訣ですよね。コロナでよく分かりましたよね、家族力がどれだけ大切かっていうのが今回、そうですよね、そうなんです、はい。まあ、あんまり僕の話ばっかりしててもあれやから、まあ、ちょっと聞きましたかって、ありがとうございます。いやまあ、そんなことでね、やっぱり女性の一人の女性が元気になると10万人周りの10万人に影響を与えると言われてますから、もう本当に10人ね、女性が元気になるだけですごくやっぱり社会が変わると思うんですよね。まあ、そういう部分で、あとね、日本女性って戦後第二次世界大戦の時が終わってからですね、戦後にすごく日本女性っていうのは世界中で評価された時期があったと思うんです、靴下と女は日本が強いみたいな感じで言われてた。やっぱりこう、もう我慢してでもちゃんと子供にご飯を食べさせて、国民はすごいよねって言われていた。でも今の日本って女性の幸福度が大学出た後、学生になった後はもう世界トップランキングなんですね。すごく幸福を感じてます女性が、日本人は。でも子供を産んだ途端に幸福度が最下位に下がってるんです、日本人の女性って。やっぱりあれだけ、まあ、いいお給料そこそこもらえますし、日本で働いたらそれを独身の時に、ああこんな自分のバッグも買えたとかっていう喜びを感じたのに、結婚して全くこんなはずじゃなかったっていうか、こんなに責任を押し付けられるの、こんなに身動きが取れないのっていうのを味わった結果だと思うんですね。これは変えていかないと、子供欲しいっていう人がどんどん少なくなってくる、これから子供たちが。そしたらもう国の力が減反するって思うんですね。だからもう子育ても楽しい、その間にいろんな好きな仕事もやって楽しい、そこそこ稼げた楽しいに持っていかないと日本潰れるぞって私は思ってるんです。いや本当にそうですよね。いや今のは本当にメッセージすごいと思います。その結婚してから幸せ度が、子供ができてから幸せ度が減るっていうのはそれ本当は逆ですけどね、逆でないとダメなんですよね。それがエチオピアの最貧国よりか、そうランキングを見たらエチオピアより幸福度が低かったんです日本女性って。最貧国ですよ、平均で寿命が30歳ですよ。そこ30歳だったらもうみんな死んじゃうような国ですよ。そこでも、そこより低い。だって
子供ができるって女性にとったらすごい幸せです。私も味わいました、うんうん、もう本当に可愛い、私の命絶対捧げよう、うん、もうすごいそれぐらい思ったぐらい可愛かったです。なのになんでこんなに日本女性は幸福度を感じてないっていうのはもう問題視しなきゃいけないところだなって、ちょっと大騒ぎしなきゃいけないって私は思ってる勝手にもっと幸せ感じていいんじゃない。それこそニュージーランドの首相、女性の首相が国会に子供連れで行ったりとかしてて、私はもうブラボーと思うんですね。どんどんやれどんどんやれって思うんです。でやっぱり割とこう生活感を出して仕事をしてると言われることもあります。でもそこ変えていかないと3食作りながら仕事してるんですよ、うん、台所から離れてる場合じゃないんですよ私今っていうところかなと思うんですね。ぜひ女性をキッチンに戻して子育てしながらそれを良しとする社会を作っていかないと、うん、もう、ね、女が仕事来るんなら生活感出すななんて言ってたら国が滅びるぞって私思っちゃうんですよ、うんうんうん、いや本当にね。だから今日は冒頭で、このキッチンのところをバックをキッチンを見せて仕事を してるここでやってるんですってね、今日もね朝から講座されてたんですよね。こうやって、ここでそのまま、うん、そのままで全国の講座生産とやってると。で私はそのこだわりがあって、はい、女性はキッチンで仕事をして堂々としていいんだと、まあ、そういうことを、訴求したいということでこうやってお話をされてたわけですよね。まあ それにもまた感銘を受けましたやっぱりね、うん、よかったヒデさん。いやいやビジュアルのお仕事されてるからね、いやそんなこと言っても生活丸出しやでみたいな言われたらどうしようと思ってたけど、いやいやいや、ありがとうございます。そんなことないです。いやいやいや本当にそうだと思います。もう子育てしてて、まあ、一番やっぱりその世間の目って結構ありますもんね、今でもあると思いますけど、まあ僕なんかでもこう父子家庭でこう子供を育てながらやってて仕事行くともう罪悪感感じる時あったんですよね。時間的に、あ仕事してていいんかな、いやでも子供両方こう板挟みになる感覚で、こういうことをやっぱり 常に女性の方の方が多分強く持ってたんやろうなと思ったんですね。例えばシングルマザーでやってる、もしくは、夫婦でやってても子育てしてても、まあ、ほとんどシングルマザーみたいなもんじゃないですか。昔の男の人って言ったら帰らない、家帰らないみたいな、もう若しさだったらそのままみたいなね、まあ、そういう時代もあったから、そんな中でね、たまたまなんかで聞いたんですけど、やっぱり日本のやっぱり幸福度が少ないし、社会が社会全体のちょっとね中にね孤立してる部分が一番怖いっていう話があったんですよ。何でもその孤立っていうね問題、この孤立っていう問題が解決しないと、例えばその子供を放棄する、子育てを放棄するとかね、結局どん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 こう、一人になっていくみたいなね、だからそういう部分ではこうキッチンからでもいろんな発信をしながらみんながつながってるんですよっていう風な仕事の作り方っていうのは非常にいいかなって僕は思ったりしますね。ありがとうございます、うん、そう言っていただいて、いえいえ、本当に孤立して、私も孤独、夫がにね別に物申すわけじゃないんですけれどもやっぱり夫はすごく真面目なサラリーマンで、きちんと仕事を無遅刻無欠席でしたい人、すごく尊敬しています。ただやっぱり孤独はものすごく感じました。一生懸命仕事してくださってね、家族養ってくれて本当ありがたいんですけれども、だから私の大好きな絵本作家さんで、お母さんスマホを見ないでっていうような絵本が確かあったんですよね。あ、違うな。お母さんのスマホになりたいっていう絵本があったんですけれども、お母さんがいつもスマホばっかり見てる。本当は自分を見てほしいの。だから僕はお母さんのスマホになりたいっていう絵本があったんです。ものすごいドキッとしました、それ見て。なんでお母さんがスマホを見るか。つながりたいからです、世間と。ね、毎日言葉がやっと通じるか通じないかの子供、もちろん可愛いですよ。でもそれ24時間365日、大人と会話したい。絶対思うと思います。だから本当今ねヒデさんがおっしゃったように孤立させちゃダメだよね。だから稼げる稼げないは関わらず、家から出れなくってもそれでも仕事ができたら私いいなと思って、オンラインを今すごくこうオンラインでも仕事できるからやろうよっていうような
講座を作ってるんです。でこの間すごく嬉しかったのが、赤ちゃん抱えてあの講座受けてもいいですかって言ってくださった方がいて、もうぜひぜひウェルカムですって言って、で赤ちゃんを膝に乗っけて講座を受けてくださったんです。そして、ああごめんなさい、うんちしたからちょっと取り替えに行っていいですかって言って、うんちを取り替えに行って、私その時本当に嬉しかったんです。あーこうやって子育てしながらでも学べる時代が来たんだな、よかったって思ったんですね。もう確かにこう学習効果的には半減するかもしれないけれども、でも学ぶっていうことを諦めなくていいっていう時代になったんだな。例えば私も子育て中にハーブアロマの資格を取りましたけれども、子どもたちを寝かして夜中に一生懸命勉強したりっていうことをすごくやってました。でどっか学校に通うなんてとてもできなかったので、もう全部独学でやったんですね。まあ、もちろんいい経験になりましたし、すごく自分の身にもなりましたけれども、ちょっと預けてあの学校に通うっていうことも難しいですので、そしたらオンラインでも気晴らしにでもなればいいと思うんです。社会とこうやってつながってるよ、あなたがちょっと子供が大きくなったらまたすぐに出かけられるように、社会に出られるように今のうちに勉強しようねっていう、こういうことができて嬉しいなっていうふうに思いました。いいですね。なんかあのやっぱりマリちゃんのそのまあ僕マリちゃんのこと結構知ってるから説得力ありますよね。特にあのねいろんな子育てもいろいろとしてきて、アロマでなんでなぜアロマで、を習ったかっていうね、いろんなことも知ってるんであれですけど、やっぱそう考えたら本当にあのマリちゃんみたいなそういう発信をたくさんね聞いてもらいたい。で今孤立したり孤立しかけてる人、もしくは一人で頑張って踏ん張ってる人がたまたまこういう情報を見ていただいてね、あのメッセージを見ていただいて少しでもね元気になってもらう、でまたつながっていただいたらいいと思います。もう本当にマリちゃんの講座もね、あの結構リーズナブルなねあの金額で受けられるよ、さっき見させてもらったんですけど、まあそれでもすごい回数されてますよね。ありがたいことにね、1ヶ月で30回講座はこなしてて、まあ、100人ペースで今1ヶ月来てくださってて、ありがたいですね、本当に。ずっとリピートでね、しかもリピーターさんが多いんですよ、ありがたい。すごいですよね。まあでもそれはあのやっぱり受講者さんに寄り添うというか、本当にその立場をよくね、感じていらっしゃるからやと思います。ありがとうございます。レビューを読んで私が感激するんですけれども、うんうん、自分の殻が壊れましたとか、私壊したんだとかって思っちゃうんですけど、あの本当にこれこういうふうな真面目にやら、一応真面目にやってるんですけれどもこんなに楽しくやってもいいんだとか、こんなに笑い転げた講座は初めてですとかあいや私この間あの吉本出身ですかって言われちゃって、いや全然、うんうん、いや普通に埼玉県民ですけどとか言ったんですけど、うん、でもね、まあ、楽しくやればいいですよ ね、うん、やっぱりそうですね、楽しいとか、ね、一番いいですもんね。あの講座は楽しいのに限ります、うんうん、であとはどこまで自分がそれをこう感じ取って、あとは行動に移っていくかということになりますもんね、本当に。そうですね、はい、あっという間に40分ちょっと、時間見ながら見たらあっという間だった。あのその中でね、今のその講座の中で好きなことを教えるっていうことはどういうことですか。好きなことっていうのはマリちゃんが好きなことを教えてるっていう意味ですか、これは。そうですね、例えばアロマが好きだったらアロマを教えればいいし、なんだろうな、お洋服が好きだったらあのお洋服のことを教えてもいいし、うんうん、あの女性って好きなことあると思うんですね。あと子育て中とかって割と時間があったりするので、うん、そういうことをちょこちょこっとこう本読んだり勉強する時間もあると思うんです。そこから教える、うん、それは、うん、アロマのこと、私も本当最初は初心者から教えましたけれども、好きなことを教えるだけでもこれで仕事になるんだよ、そんな難しいことを教えなくても初心者から教えればいいから、そして収入にどんどんなっていくよそして例えばアロマでしたらアロマ好きな人が集まってきますので、簡単に仲間とかコミュニティが作ることができるんですね、うんうんうん、そしたらもう孤立しなくていい、自分が好きな、もうお仕事すればするほどそれ好きって集まってくれる仲間と一緒にいたらすごく幸せだったんです、私子育て中に。この
この生き方おすすめですって なるほどね。だんだん最初は本当に数千円数万円かもしれないけれども、子供が大きくなるにつれてだんだん稼ぎ方も勉強していって、ビジネスも勉強していけば、子供がある程度手が離れた時に、まあパートに出るももちろんいいんですけれども、好きなことやっても十分仕事になりますよ、しかもお家でもできますよ、そんなね子供預けてまで仕事行かなくてもできることってありますよっていうことをぜひぜひお伝えしたいなと思ってます。なんかこれこんばんはって、あ、エリビン、こんばんは来てくれてますよ。もうエリリンもね、いろいろとこう発信するようなね、お仕事されてるんで、またつながっててください。本当に、なんかこう、ネットでつながって会ってないけども、仲良くなっていけるようなイメージって、最近すごく多くなってきましたね。僕もお会いしたことないのに、ずっとなんか、すごく会ってるような気になってるんですよ、もう。言いますよね。講座生の中思うんですけど、はい、すごく無限につながるようなイメージがありますけれども、オンラインって。やっぱり自分が発信してることに、それいいねって返してくれるってことは、波長が似てる者同士が集まるんだなっていうふうに思って、ね、だから、同じ携帯を見ても、全く違う世界がそれぞれに広がってるんだろうなと思います。そうですよね。ということは、これを見ていただいている方も波長が多分合ってると思います。マリさんの話し方、声こもり歌みたいですって寝ちゃう寝てください。もう寝くし前だから、美容のために。まあ、ゆみちゃん、まりちゃんの、ね、話し方でこう静かにこう諭すように言うときは眠くなるけどね、ガスンと行くときは寝れませんから。もうすっごい高低差があるからね、声 の迫力もね、びっくりするときありますからね。今日はちょっとまだ抑えてるぐらいでしょ。抑えてるぐらいです。はい、ありがとうございます。まあ、もうね、あっという間にね、あとちょっとなってきましたけどもね、まあ、マリちゃんの、ね、一番のね、これから の, そのビジョンって、まあ、ずっと聞いてることは一緒なんですけど、なんかね、この日本女性を元気にするという一つのテーマでいった場合に、まあ、今後10年、20年先の日本に向けてね、まあ、女性が 今まで言ってくれたことに尽きるんですけど、まあ、今一番大事にしてることとかさ、なんかあります？他に。なんか、あ、ちょっと待って、なんか、こんばんは、出かけていて遅くなっちゃいました。ドイツは35度で暑いです。ギリギリ間に合いました。ありがとうございます。ドイツから、そう、第2回目のゲストのね、はい、ももちゃんでございます。西村、これともこさんって言うんで読むんですけど、ニックネームももさんっていうことでございまして、ドイツから、はい、暑いですよね。はい、まあ、本当にね、今日は4回目の、まあ、マリちゃんね、ゲスト4回目のマリちゃんで、やっぱり皆さん共通して言えることは、女性をやっぱ元気にしていくという、メッセージ性はもう本当に一緒で、で、そういう部分ではね、自分を大事に遠慮せんと、自分のやりたいことを選択してやっていきましょうよということね、そこに可能性はいっぱいありますよということをね、ずっと言われてるんですけどね。そうですね、本当に。もうおっしゃる通り、私も同感って感じなんですけれども、私のビジョンっていうんですかね、私もできたから大丈夫だよ、きっとあなたもできるよ、やってごらんっていうことを私は人生を通して言いたいな。だから私も頑張ったからあなたも頑張りなさいよっていうのが割と私嫌いで、頑張る教が嫌いなので、子供、子育てすごい楽しんだし、それでいて、お家で仕事もなんとかできたし、まあ、なんかちょっと今月ちょっとそこそこ稼いだし、とか。でも結構だってキッチンでやって5分前まで食器洗って、それで5分後にも講座始めますとかってやって、いけるから大丈夫っていうことを私は、自分がまず楽しむ。本当に死ぬ時に、日本の女に生まれてよかった、最高、楽しかった、楽しんだ。っていう人生を送って、まず自分ですよね。自分が楽しむ、自分が無理しない、自分がやりたいことやる、子育ても楽しむ、夫も大好き。それでいて、できるよ。だって私だってできたもん。よかったらどうぞ。っていうのが私のビジョンですかね。それができたら一番いいなと思ってます。
さすが、だんだんマリちゃん星が出てきましたな。さっきまで猫かぶってた。いや、そんなことないか。いや、本当にね、一緒に飲むこともあったからね、もう喋ってたらね、楽しかった。もう本当に喋ってたらね、つきませんけどもね。まあ、ここでちょっと、そうしたらその講座のね、少しどんな感じの講座をしてるかっていうのをちょっとだけね、ご紹介だけしときます。さっきもちょっとお話ししましたけども、まあ本当にこれ見た時に見たらすぐ分かりますもんね。このこれで OK ですよね。はい、 OK です。ありがとうございます。見えてますよね。はい、まあ人生が楽しくなるオンライン講師教室ということで、まあ好きな場所で好きな時間に好きなことで起業するということで、まあこれいっぱい、これどこ見たら一番上がりですか。これですね、1週間で全国人気講座ランキング8位、これがさっき言った何万人3万5千ぐらいいるんですかね、の講師の中からですよね、うん、2位とかね、すごいな、うん、いや僕は本当驚き、なんかすごく忙しくされてるから、まあ普通はね、まあ、コロナ禍の中で講演会とかなくなってしまってる人がほとんどなんでね、外のイベントがね、うん、マリちゃん逆行してて結局朝昼夜の講座でしょ、ずっとコロナになってから忙しい。そういう人もやっぱりいらっしゃるわけなんで、ね、まあこれも何かのヒントにしていただけたらと思います。で、まあ、講座の作り方とか話し方入門とか、まあこれストア化講師入門マニュアルと、まあ、ストア化になるための講座ですかね。そうですね、こんなもんね、オンライン講師のやり方ですね。ですね、で初めてのパワーポイント、ストレス解消法、これはもうアロマのあれですもんね。そうです、アロマハーブの方ですね、これが。あ、なんか更新中になってしまったぞ、間違ってないか。まあこんな感じがあります。でこれ一つ一つの、あれこれ見えてるんかな、今クリック見えてますか。見えてます。あ、いけてますね。はい、でまあ一つ一つの、講座の中に、まあ、2時間ぐらいの講座があってっていうことですよね。そうです。で、はい、料金どれぐらいの参加費なんですか、これ言っていいんかな。あ、はい、今5000円なんですけれども、クーポン出しますので500円引きで大丈夫です。はい、あ、もしもっと引いてほしいっていう方がいらっしゃいましたら個人的にメッセージください。2000円引きまでできます。あ、ほんまですか。個人的にくだされば2000円引きクーポン出しますので。すごいすごいすごい。はい、そのまあ詳しいことはこのマリちゃんのこの講座ね、今 QR コードがちょうどマリちゃんの右上、こっちか、こっちの方ね、はい、はい、こっちね、はい、出てますんで、これ QR コードを取っといてください。そしてこれを取っていただいたらその講座の詳しい内容がありまして、で次変えますね。こっちがこれクーポンのこの QR コード今度変えました。はい、こっちクーポンの QR コードね、これ入れましたんで、これを取ってもらって、クーポンをゲットしてみてください。そう考えたら結構お安く本当に2時間受けられてね、まあ本当にお得やなと思います。まあ僕自身もね、一緒にそのカリスマ講師っていう、要は講師業の中でカリスマ性を持つ講師になるための講座とか結構受けてね、頑張ってきた仲間ですんで、やっぱり、いろんなことをね吸収されてると思いますから、ぜひぜひ、興味のある方は受けてみてください。ということでね、はい、時間ももうそろそろなってきましたんで、まあ、あなたの人生の格言というのをちょっと最後に聞いて終わりたいと思います。マリちゃん、はい、はい、運命がレモンをくれたらそれでレモネードを作る努力をしよう、ディール・カーネギーの言葉です。これは例えばコロナ来ました、わあコロナ大変って言うんじゃなくて、あ、切れちゃった。大丈夫ですよ。いや、アップにしたんですけどね。アップにしたんですけど。ごめんなさい、もうなんか私もうエンディング始まっちゃったから、ちょっとごめん。そう、例えばコロナ来ました、はい、コロナが来たから大変じゃなくて、これチャンスって私は思うんです。なんかチャンスのはずね。こんな レモン酸っぱいけれども、この酸っぱいレモンをレモネードに変えたら美味しくごくごく飲めるようになる。じゃあコロナ来た、はい、チャンスどう変えるっていうふうに人生を変えていくと、全てがありがたいことだったんだなっていうふうに思えるんじゃないかなと思っています。はい、
さすがですね。ごめん、中で終わっちゃった。いや、全然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 いいですよ。なるほどね。はあ、そういう意味だったんですね。いい言葉です。いいメッセージありがとうございました。本当に今、まあ、コロナでね、大変、まあ、いろいろと世の中ね、騒がれて、まだまだ騒がれてますけど、ちょっと待ってください。コメントいただいて、はい、チャンス。コメントどこから読んでなかったかな。コメントどこから、ちょっと待ってください。あ、モモさん、ここから。ヒデさん、そうですね、遠慮せんとやっていきましょう。マリさん、私も頑張るので無理です。ゆるっとです。よく似てます。なんかよく似てますね、はい。まず自分が楽しむ、やりたいことをやる、夫も大好き、共感ですってね、はい、みんな大好きでいいんだと思う。素晴らしいご活躍ですということで、ありがとうございます。チャンス、チャンス、ほんまにチャンスね、うん、うん、コロナもチャンスだし、もう怪我しても転んでも石拾って歩けばいいんだと思う。チャンスしやばいいんだと思う。マリちゃん節出てきますな、いろいろとね。転んでも石拾って。そう、本当にそう思うんですよね、うん、いいわ。まあいろんなマリちゃん節出てくるからね、これ酒飲んだらもっと出てくるんですよ、皆さん。もう本当に聞かせてあげたいぐらい出てくるから、この豪快な笑い。いや、もう本当酒飲んだら幻滅とか言われるからね、ダメダメだ、まあ、オンラインに乗せられない。それはそれで、まあ本当にね、楽しい時間もあっという間でもうね、このように過ぎてしまいました、はい。まあそんなことで今日はマリちゃんに素晴らしいメッセージね、たくさんいただきましたんで、本当にまた共通してる部分やっぱりねありますよね。こうやってゲストで出ていただいた方のこの先ほどモムさんがゆるっと頑張って、で、うん、幸せに溺愛されながらでも仕事を自分を豊かにするとかね、まあ、そういうふうなやっぱりメッセージもね前回されましたし、まあ、ゆみちゃんもね、とにかく今自分が輝くこと、それが最優先、輝けば必ずいろんなものを引き寄せてくるっていうねメッセージもいただきましたし、まあ、今日のねコロナの時にレモンをかじって酸っぱいと思っても味変したらいいわけですよね。そうです、そうです。私コロナ来た時に私の時代が来たって叫んでましたもん。友達に、私の時代が来たよ、コロナ来た、私の時代だわって何を言い出すとかって言ってたんですけど、まあ、おかげで本当にね仕事ガンガンできましたもん。ちょっとね、涙でごめん、泣かしちゃったりです。涙できた、本当にもう汗と汗よく残すの私。まあそんなのすいません、まあね、こういう豪快なマリちゃんでございます。本当にありがとうございました。皆さん、またこれからもね、マリちゃんどうもどうもよろしくお願いしてきますということで締めておきましょうね。今日ご覧いただいた皆さんありがとうございました。本当に一言もいいですか、なんか一言見ていただいている方に。ちょっとアップにしますから僕ね、はい。どうしよう、 ありがとうございます。今日は長い時間聞いてくださってありがとうございます。大したことは言えませんけれども、もう生まれてきただけでチャンスだって思ってます。日本に生まれただけで世界の上位 2% に入ってるんです。もうチャンスだらけですよね。いろんなこと掴んで幸せになるために生まれてきたんだから、いっぱい幸せを味わって生きていけばいいのかなって思います。今日は長い時間ありがとうございました。ありがとうございます。本当に素晴らしいお話、マリちゃんありがとうございました。それではまたこれからもね、ぜひぜひこうたまに遊びに来てくださいね、はい、ぜひよろしくお願いします。マリ、はい、さん、ヒデさん、ありがとうございましたということでね、ありがとうございました。いっぱいコメントいただきましてありがとうございました。そしたらあまりちゃん、ここで一旦ちょっとね、はい、はい、ありがとうございます。はい、はい、ということでね、大塚まりさんでございました。本当に素晴らしいお話たくさんいただきましたね、はい。今日も本当に素晴らしい元気の出るライブ配信になったと思います。元気と涙が出ました。今日は本当にね素晴らしく楽しいお話でございました、はい。ということで、少しだけね、来週のちょっと告示も、させていただいております。来週はですね、まあ今までの流れとしては7月7日からスタートしてきまして、まあ、こんな感じで、ちょっと待ってくださいね、こっちへね、はい、笠原優子さんで今、来ていただいた西村智子さん、ももちゃんですね、それから、佐々木由美ちゃん、
で今4回目の大塚真理さんでございました。で、来週はですね、女優の石井恵さん、ね、皆さんご存知だと思いますけども、いろんなドラマとか、さんまさんの、ね、番組とかでよく出てましたけども、なんと女優です。で今は、国立市議会議員の、石井恵さんが来週登場していただきます。そして、お盆休みがありますんで、お盆休み1回飛ばして8月21日は、僕がいつもお世話になっているジェイマン、ジャパンメイクアップアーティストネットワークの、同じ理事仲間で、素晴らしい、ビューティーディレクターというね、本当にあの美容の情報、最先端の情報をすべて持ってまして、それをね、うまくこう整理しながら一般の方に、お知らせしているような仕事をしております。まあ、いろんな、ことが、情報を聞けると思いますので楽しみにしておいてください。あ、言ってしまった。そして、ごめんなさい、飛ばしました。で、後ろ谷晴美さん、この方はですね、あのカリスマ講師養成クラブの一緒にね、学んだ仲間でございます。今のね、大塚真理さんと一緒で、仲間でございますから、まあ、その講師の話とかもいろいろできると思いますので楽しみにしておいてください。そして9月は、第8回目の服色コンサルタント石井麻子さんね、色と、まあ、服、それからメイク、いろんなことをね、トータルでいろいろとお話をされると思いますんで、こちらの、ね、あの僕よく僕のメイクの方のね、講座もちょっと受けていただいたんでね、その一緒に話したんで、もうすっごい面白い方でございます。あの奥が深いね、話があると思います。ぜひ楽しみに。そして、第3回目のね、佐々木由美ちゃんのご紹介で、小笠原香織さんというね、キレイデザイン協会グランドマスターインストラクターの小笠原香織さんが、今決まっております。この後もね、ちょっとあの決まりそうな方々がたくさん出てますんで、決まり次第またお知らせをしたいと思います。はい、まあ、これ、こういうことで、来週もね、またぜひ見てくださいということで、今日も見ていただきましてありがとうございました。素敵なね、金曜日の夜、またこの後楽しんでください。それではまた来週お会いしましょう。ありがとうございました。バイバイ。